さて、噂9まで来たぞ。つっても9まで来たって言ってもなんか間空いてない ?7 がないよね。どっかで取りこぼしてる。あ、いる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 。こっち側にいたのか。すまない、少し時間いいか。ん、なんすか?こっくりさんについて何か知ってるか。ああ、さあせん、俺そういうの興味ないんで知らねっす。多分学校の女児の方が何かと詳しいと思いますよ。そうか、ありがとう。これも噂に入るのか。猫みたいな顔をしている。あ、この人もやっぱこっち側にまで噂はあるんだな、ちゃんと。今少しいいか。何の用だ。今こっくりさんについて聞いて回ってるんだが、何か知らないだろうか。ふん、そんなオカルト的な噂興味ないな。挑発タイプだし、なんか弱倒してそうじゃない、右手に。僕は今駄菓子を買うのに忙しいんだ。可愛い理由だった。そんなこと言わずに教えてくれよ。聞いたことくらいはあるだろう。はあ、本当に知らないんだ。ああ、だがシクイオニについては知っている。お、シクイオニ、やっぱ断片的に情報はあるんだな。シクイオニ、何それ。今この町で一番危ない怪異のことだな。お、いいタイミングで夕方になったな。俺たちはそいつを倒すために発足された委員会なんだ。そうだったっけ。そうだったっけ。なんか怖そうだね。ふん、僕には関係のないことだ。そのシクイオニが4つの魂を食べようとしているくらいしか知らないね。まだこの町で死人は出ていないから大丈夫だろうけど、でもどこから魂を食べるんだろう、シクイオニは。もし今後人が死んだら、シクイオニはその魂を食べるのかもな。あ、じゃあ4つの怪異の噂は、全部シクイオニに捧げられる魂なのかな。ってことは、シクイオニを出すためには、4つとも未解決で終わらせなきゃいけないとか、ありそうじゃない。そんなことを俺たちがさせないさ。とにかくシクイオニについては話した。もう解放してくれないか。ああ、話してくれてありがとう。引き続き駄菓子を楽しんでくれ。言われなくてもそうするさ。かっこいいよさげなこと言ってるけどな、駄菓子が置いてある。俺実はあの飴好きなんだよ。へえ、美味しいの?死ぬほど甘い。死ぬほど甘い。ただ効率よくブドウ糖を摂取できるから。そういうことね、そういうことね。ああ、あったな、僕もブドウ糖ってのを食べてたな、昔。それって好きって言うのかな。まあ、よく食べるんなら好きなんじゃないか。ラムネが入っている。ラムネ美味しいよな。実は私飲めないんだ。あ、そうなんだ。なんだ、炭酸が苦手だ。あ、飲めなかったんだ。飲めなかったのにラムネ持ってなかった前回ね。おお、じゃあサバッチョと気が合うな。は?サバッチョも炭酸苦手で飲めないんだよ。いつも頑張って飲むんだけどな。あー、そういうことね。一緒に飲んであげてたんだ。え、お前なんで知って。俺は強炭酸がちょっと苦手なだけで。なにそれ、かわいいね。私は全然飲めないや。ソーロもね、僕もね、強炭酸、強い炭酸を飲むとね、涙が出ちゃうんだよね。じゃあセツナの分は俺が飲むとしよう。よし、そろそろだね。てか噂はまだ10個しか拾えてない。ちょっと待てよ、多分これ夕方じゃないと出てこない噂もあるんだよね。やばいな、時間配分をうまく考えなきゃいけないね、この辺って。レストランだ。開店している様子はない。あー、まあ朝だもんね。今学校の時間って感じだもんね。リサイクルショップだ。そういや、孤児院のエアコン壊れたんだよな。孤児院のエアコン?ここで買ったらどうだ?孤児院?そんな金はない!なんだ?孤児院のお手伝いかなんかやってんのかな、カンノンくん。ファッションショップだ。わー、可愛い服がいっぱいだね。いいね。なんかさ、他のキャラクターとこう会話するときってあんまりセツナちゃんはさ、会話に混ざってこないけど、3人でお話ししてるときはなんか楽しげだね。滑り台だ。滑り台を見ると、カンちゃんが階段を曲げた。階段を曲げた。どういうことだ。その後幼稚園の先生にすごい怒られてたよな。階段を曲げることができる力があるのか。あんな細い階段簡単にねじれちゃうだろ。ねじれないよ普通は。
というか、なんで曲げようと思ったの？本当だよ。あ、いる。すまない。少し話を聞かせてもらえるか？え、やだ、ナンパ？確かに僕って可愛いから、僕っ子なのか、この子。話しかけたくなっちゃうのもわかるけど、あなたと僕じゃ、ちょっと、不釣り合いかな。わーお、こりゃ独特な子だね。せつなさん。すまないが、ナンパではないんだ。聞きたいことがあってだな。あ、でもあなた地味だけど顔はいいから、スリーサイズ以外は答えてあげる。こいつ。でも噂持ってそうじゃない？こういう人って。あー、助かる。だな。コックリさんって知ってるか？それについて聞いて回ってるんだがよ。え、コックリさん？あー、そうだ、聞いてよ。僕ね、やったの、コックリさん。でも、その日からなんか電話が鳴り止まなくて、うわぁ、これは個人情報抜き取られてますよ、ちょっと。それって呪い？その電話、出たのか？うん、出たよ。ほぼセールスの電話だった。ああ、やっぱり。セールス。これで噂全部だな。一緒にやった友達にもそういうセールス電話たくさん来てるみたいで、もう、これがコックリさんの呪い？陰湿すぎなんだけどって話してたんだ。ありがとう。貴重な情報だった。あなた結構渋くてかっこいいね。今度お茶くらいなら言ってあげる。ああ、うん、考えとく。意外とサバキ君はモテそうな気がするな。で、噂は12個拾ったんだ。じゃあ、これで終わりか？でも、コックリさんやる時間帯って多分放課後とかだと思うんだよね。放課後の2の3じゃない？もしかして。開く場所があるんじゃない？ 2 の3、ここ。あったー！やっぱり！あ、コックリさんやろうとしてるんじゃない？中で3人の女子が教卓の前で何かしている。まさか、コックリさんをやっているのか。俺の推理が正しければ、このままではまずい。あ、おい、どうした、サバッチョ！待ってくれ！その、コックリさんはやっちゃダメだ。え、サバキ君、どうしたの？ああ、喋らないで。そのまま何も言わず、その場から離れてくれるか。これ、教卓の下に何か隠れてるんじゃない？なあ、どうしたんだ、サバッチョ。ずっと教卓の方を見て。なあ、カンちゃん。ちょっと教卓持ち上げてくれるか。お？わかった。いいぞ。教卓、持ったぞ、サバッチョ。片手で教卓持ち上げるのか。どうやってんだ？そのまま少し振ってくれるか。おお、カタン。ん？何か音がしたな。何か落ちてきた。これはボイスレコーダーか何かか。ありがとう、カンちゃん。重くなかったか？ん？全然重くなかったし、気にしなくていいぞ。どこに隠してあるかわからなくて、振り落としてもらおうと思ってな。あ、そうだ、何が落ちてきたの？うん、多分これは。ああ、録音機だな。録音機？よかった。通信機じゃないから今の会話を誰かが聞いてるってことはないみたいだ。そう、どっちかなって思ったんだよ。録音してるか、ね、ずっと繋がっててどっかに個人情報が流れてるかって感じだった。ここで壊せば録音されたデータはちゃんと消えるはず。というわけで、カンちゃん頼んだ。お？壊していいのか？じゃあ潰しちゃうぞ。バーサーカーみたいなセリフだよ、ここだけ見ると。え、すご、片手でぐしゃってした。片手で録音機ぐしゃってできんの、お前。お前、ロボットかなんかなんじゃ。カンちゃんは怪力だけが取り柄だからな。お前もそう言うんだよ。え、録音機が仕掛けられてたの？何それ、気持ち悪。なんでそんなものが。要はこの録音機がコックリさんの呪いの手紙の正体だ。どういうこと？俺が潰したのは手紙じゃなくて録音機だったぞ。ああ、つまり、コックリさんの呪いなんて存在しない。全部嘘だったんだよ。なんだって？この流れ来たね。このコックリさんは録音されて情報置き場で売られてたんだ。え、情報置き場？うん。情報置き場っていうのは人の個人情報。名前や住所、家の電話番号を勝手に教えているところだ。そこに電話をかけると、高値で個人情報を売ってくれるらしい。それは知っているけど、それとコックリさんは関係しているの？ああ、それはこの学校のコックリさんの変なルールが関係している。
変なルール。この学校のコックリさんは始める前に必ず名乗らないといけないんだ。あ、確かに私名乗った。コックリさんを呼びやすくするために必要だって、そういう噂だったからね。そう、噂に信憑性を持たせたいのかどうなのかわからないんだが、ここでは本名、出席番号、住所なんかを口に出さないといけない。あ、つまりその個人情報を録音して情報受け場で送ってたってことだね。ってなると、その住所や電話番号が外部に漏れまくってたってことか。カンちゃんにしては鋭いな。その通り、コックリさんをした人の個人情報は高く買われ外部に漏洩した。だからコックリさんを呼んだ人の元にはたくさんのセールス電話や広告チラシが来ていたんだ。はあ、そうか。まあ、今の世の中もね、普通にメールアドレスを登録したりとかさ、住所の登録みたいなのを無料登録みたいなのでやっちゃうとガンガン来るからね。うん、そっか、企業の人が情報置き場を使って情報を買い利用したってことなら筋が通るね。それに女子高生の個人情報はそれだけで高く売れるらしい。ん？だからなんだって言うんだ？これは正直俺には理解できないんだが、世の中には変なことを考えるやつもいてな。例えば女子高生を殺したいとかな。実際に被害が出るならそういうところなんだろうね。多分住所とか名前、電話番号まで出るんだったらねえ、今の時代、この時代がにそこまで言ってたかどうかわかんないけどね、インターネットとかがあるんだったら簡単に特定されそうだしね。なんてこった。じゃあこの手紙は、これは呪いの手紙なんかじゃない、れっきとした殺人予告だ。多分この手紙の送り主は情報置き場で女子高生のいる家の住所の情報を買い、この手紙を送りつけたんだろう。なんてこった、まずい、早く助けに行かないと。そうだね。でもまさか会話が録音されていたなんて、なんで気づかなかったんだろう。コックリさんの準備は手間がかかる。周りを気にする余裕なんてなかったんだろう。集中すればするほどね、なんか周りのことが見えなくなるってのはよくある話だもんな。それにこの一連の事件もコックリさんを返せなかった呪いのせいのできるしね。あー、そうだな。なんかこういう噂話っていうのを信憑性が高まれば高まるほど隠れ蓑にできちゃうわけだもんね。それにそもそもコックリさんの返し方なんて伝わっていないし、あ、他のクラスにも録音機があるかもしれん。ああ、それは多分大丈夫だ。被害は2の3にしか出ていないから、きっとここの教卓にしか録音機はない。誰が仕掛けたんだろう。コックリさんは教卓の上でやるっていう噂も利用していたんだね。今回の怪異の正体は、コックリさんの噂を巧みに利用した、れっきとした犯罪だ。そういうことだったんだな。オカルトはありえないとは思っていたが、まさか犯罪だったとは。これはこれで信じられんな。とりあえずは事件解決だね。さすがサバッチョだ。ありがとうね、片桐くんたち。もしかしたら情報が漏れて殺されそうになっていたのは私たちだったかもしれないんだもんね。ほんと、命の恩人じゃん。ありがとう。軽いな。結構危ない目に遭いそうだったのに。いや、俺はただ謎を解いただけで。よーし、サバッチョ。じゃあここで恒例の決めポーズだ。嘘だろ。クラスメイト4人の前で、は？勝利のポーズだよ。忘れたのか？何それ。ここでやるのか。我は正義を貫く者。本当にやりやがった。ほら、サボッチョが言う番だぞ。最悪だ。でも付き合ってやるのかよ、サボッチョ。お前もいいやつだな。こうなったカンちゃんは意地でも動かない。我は真実を求める者。俺たち、オカルト探偵委員会。あー、穴が張ったら入りたい。あ、やっぱ笑ってくれる人がいるといいな、こういうの。何それ、面白い。なんだか気が抜けたわ。ちょっと気が楽になったっていう感じ。あ、よりしろくんのファンの子だったんだな、そういや。それはよかった。あ、手紙の持ち主を助けに行かないと。あ、そうだったな。何組の誰だかわかるか。とりあえず先生に報告を。よし、急ごう。
その後俺たちは事情を先生に話し、少しばかり警察沙汰になった。ああ、ちゃんと動いてくれたんだ、よかったな。録音機を仕掛けたリノさんの生徒は警察沙汰を見て恐れたのか、すぐ自首した。ああ、生徒がやってたんだな。小銭稼ぎのつもりで情報置き場に生徒の個人情報を置いていたらしい。ああ、なんかありえそうな話なのがまた怖いよね、こういうのって。自首した生徒から情報置き場の管理人は特定され、その後しっかりと逮捕された。ああ、そっか。まあ、自首したやつも、よくやったなって感じだね、こればっかりは。そして俺たちは誰一人犠牲者を出すことなく、事件を終えることができたのだった。まさかオカルト探偵委員会が殺人事件を未然に防ぐことになろうとは。というわけで、事件解決の記念に、あれ?みんなラムネ持ってる。飲めないんじゃなかったの?せつなちゃん。待て待て、なんでここに依頼者のせつながいるんだ?これは委員会員だけの打ち上げだろ。細かいこと気にしないでよ。君たち二人といると楽しいから、これからもついてくって決めたんだ。いいな、それ。委員会に新しい会員が入ったぞ。待て待て、勝手に話を進めるな。男の子二人なんてむさ苦しいし、女の子が一人はいた方がいいって。よくわからんが、仲間が増えるのは嬉しいことだ。いや、でも、もう委員会は解散する予定だし、俺はもう。そっか、サバキ君、委員会辞めるというか解散するっていう話だったもんね。テストも近いし。うん。というわけで、これからよろしくね。これからは3人でバンバン会議を解決しような。くっ、話を聞かないのがまた増えてしまった。あれだ、探偵してるのよく一人きりじゃない、これ。まあ、空気をね、軽くしてくれるのが二人はいた方がいいよな。うん。というわけで、事件解決の記念と、刹那の入会記念に、勝利のラムネ、乾杯!乾杯!乾杯。嘘つきごっくりさんの会を解決しましたー。つーわけで、ああ、なんとかなったね。というか、次、小鳥箱なの?急に会の、段階上がってない?どちらかというとさ、嘘つきこっくりさんは低級霊な感じがするんだけど、小鳥箱は特級呪物じゃない?やばいぞこれ次。どうなるんだこれ。楽しみだ。